オティリー・レーダーシュタインは、スイス生まれのドイツの画家である。肖像画家、人物画家として知られる。チューリッヒで、スイスの繊維会社を経営する、ドイツ生まれの実業家の次女に生まれた。家族の肖像画を描かせるために雇われたファイファーという、画家の仕事を見て絵に興味を持ち、地元の美術館を訪れて画家になる希望を持った。当時女性が絵を学ぶことは、一般的でなく、 特に母親から強い反対を受けたが、最終的には父親の許しを受けて、ファイファーから絵の指導を受けるようになった。肖像画家としての才能はすぐに、ファイファーを超えた。姉がベルリンのビジネスマンと結婚して、ベルリンに住むようになったため、姉夫婦の家に住みより進んだ教育を受けることができるようになった。ベルリンでは女性のための絵画教室を開いていた。 カールグッソーに学ぶことができた。1882年にチューリッヒの画廊で最初の展示会を開き評判は良かった。同じ年にパリに移りカロリュス・デュランやジャン・ジャック・エンネルに学んだ。1887年までに絵の売り上げや肖像画の依頼で家族からの援助なしで暮らすことができるようになった。いろいろな展覧会に出展し、1889年の パリ万国博覧会の展覧会では銀賞を受賞した。1893年のシカゴ万国博覧会では女性館に出展した。ドイツにおける女性医師のパイオニアの一人のエリザベート・ヴィンター・ハルターと友人になり、1890年からフランクフルトで共同生活をするようになった。1913年にアフリカを旅したのを含め多くの旅をしたが、 故郷のスイスでも活動し、1902年にチューリッヒの名誉市民の称号を贈られた。1908年にビンター・ハルターとフランクフルト郊外のホーフハイム、アムタウヌスに移った。ビンター・ハルターがフランクフルト最初の女子学校を創設するのを支援した。ありがとうございます。